なく、あ、間違った、あ、間違ってない。じゃあ、みんなくのスタートした、イエイトークさんのさくらひなのどちゃん、よろしくお願いします。ということで、今スタプロフェスの、東北さんのブーブーが終わりました。3番目ということでね、あの、思ったより早かったんですけど、もうみんなね、気合い十分で、準備してたんで完璧でした。でもやっぱり、横浜アリーナってすごい広くて、なんか毎回思うんですけど、自分の体が小さすぎて、なんか後ろのお客さんまで届いてるかなって不安になるんですけど、私が後ろのお客さんを見えてるので、お客さんも見えてるのかなという謎の、思考で頑張ったんですけども、今日はね、この新しい衣装、特攻服をこうアレンジした衣装なんですけど、絶対皆さん今画面用してますよね、すいません。はい、ということで、はい、新しいね、特攻服の衣装なんです。じゃーん、見えますか？はい、ということでね、この衣装はね、メンバーカラーで、それぞれメンバーによってね、形が違うんですけど、本当に可愛くて、私はなんかお姫様みたいなひらひらがついてたり、このリボンも作ってくださったりして、本当に可愛いです、可愛いです。遠くから見ても、私だよって分かったんじゃないでしょうか。オレンジで分かりやすかったと思います。これをね、初めて見て、スタプロフェスで桜ひなのちゃんのことを見つけて、好きだよみたいななった方いますか？います。ということで、いるみたいなので、ですね、これからよろしくお願いしますお願いします。はい、そろそろ2分が経つということで、いい感じに喋れたんじゃないでしょうか。本当にすごく楽しかったです。あと、私のこれからの目標は、いろんなアイドルさんと写真を撮るということです。こう見えて人見知りです。頑張ります。じゃあね。